はい、今日のココチャンネルは、私流オルチャ眉毛の作り方をご紹介したいと思います。オルチャンの眉毛のオルチャメイク、オルチャンの眉毛のとにかく特徴は、とにかく眉毛を平行にすること、とにかくまっすぐ、太くで、結構韓国の人なんかは一重の人とか奥二重の人も結構多いので、本当に目より眉毛が太いんじゃないかみたいな人も結構います。では早速描いていこうと思います。こっちの眉毛でやっていきますね。見えるかな。とにかく私結構自眉がですね太いのですが、とにかく平行にまっすぐこうやった時、こっち少し完成させてるのですが、こういう顔をした時にこう平行にまっすぐっていうのが目標ですね。で眉頭も描いて、で上の足りないところもちょっと足していきます。とにかく平行にまっすぐね。でこっちも同じように平行に平行に足していきます。そんな平行にっていうぐらいオーバーに描いちゃっても全然 OK です、オルチャ眉毛は。で私は結構眉頭もちゃんと描いて、で私の眉毛がちょっと困り眉なので、困らないように足りない部分を足していきます。そしてちょっとポイントとしては、ちょっとだけここを太く描きますね。本当こういうイメージですね。はい、でシャドウでぼかしていきます。シャドウでぼかしていくのも結構大事だと思いますね。わかる？とにかくまっすぐですね。基本的にこう自分の足りないところをまっすぐ足していくイメージがいいと思います。ほんとね、この顔をした時にこうまっすぐに眉毛の、かなり今眉毛の印象が強いと思うんですけど、これぐらいがすごくいいと思ってて、まあ、代表的なオルチャの眉毛とかを見てもらっても分かるように、とにかくみんなまっすぐなんだよね。ここがまっすぐ、そこをまっすぐにさせるのが本当にオルチャの眉毛の基本なのかなとは思います。いろんなオルチャ見てもですね、みんなとにかくまっすぐなんですよ。ここのラインがとにかくこうまっすぐまっすぐまっすぐ、そしてここのラインも同じくまっすぐまっすぐ、だから生えてない人はもうがっつり描いちゃっていいと思います。まっすぐに、なんかこうカーブとかいらないです、とにかくまっすぐ。うん、とても簡単、まっすぐオルチャン眉毛、平行眉毛、まあ、これがオルチャン眉毛の基本形だと思います。はい、とても簡単です。オルチャンの平行眉毛完成です。じゃあねー、アニョン。